では勝ちましたベイスターズ三浦監督です。昨日に続いてロースコアを制しての2連勝、この試合いかがですか？いや本当に、しっかりと、ね、よく守りきったと思います。はい、攻守も各選手連発しました。まさにその守り勝ったというのはふさわしい一戦だったでしょうかね。そうですね、接戦の中で、ね、本当にミスも許されない中でも、本当によく守備陣が、ね、守りきったと思います。そして先発大貫投手、序盤から三振も量産しました。今日のピッチング内容どう評価されますか？いやもう素晴らしかったですよ。もう立ち上がりからもそうですし、まあ、1点は取られはしましたけども、後の粘りというかね、よく踏ん張ったと思います。はい、特に監督の目からは今日はどこが良かったでしょうか？いやストレートの走りは、ね、もちろん良かったですし、緩急もね、と戸柱と、うまく配球を、ね、してたと思いますし、緩急を使った投球だったと思います。はい、そして相手菅野投手から今日5回に昨日に続いて先制点取れました。やはり先制点は大きかったでしょうか？まあ、そうですね、なかなか点を取るの難しい投手ですけども、まあ、先に1点取れたというのは大きかったですね。そして7回には同点に追いつかれた直後にオースティン選手の一発、ホームランどうでしょう？いやそうですね、同点になってすぐでしたから、またベンチを、ね、盛り返してくれましたし、大きなホームランでした。少しこのシリーズ当たりがオースティン選手止まっていたようにも見えましたが、この一発でまた変わってきますかね？そうですね、マークもだいぶきつくなっている中でもね、今日みたいな形で、ね、いい仕事をしてくれました。改めてジャイアンツの戸郷投手、菅野投手を相手にこの2連勝、まあ、もう今日終わったんでね、また明日、全員で出せるように出し尽くせるようにやっていきます。はい、これでファイナルステージ2勝1敗と1つ勝ち越して日本シリーズまであと2勝になりました。いやもうまた明日です。明日に全神経を集中して、準備したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。